JR 福島駅東口の再開発事業では、駅前にあるビルなどを取り壊し、新たに商業施設やオフィスなどが入る複合施設をオープンさせる計画です。しかし、資材の値上がりなどの影響を受けて、施設のオープンは当初の予定より1年遅い、2027年度にずれ込む見通しとなっていました。 昨日の市議会で事業の進捗を問われた福島市の小畑市長は、資材の変更などでは工事費高騰の影響を抑えるまでの効果が得られず、着工までの見通しが描けない、市のコンベンション施設を含め、踏み込んだ見直しを行うことも視野に検討しなければならないとの考えを示しました。再開発ををを担う組合にによりますすとと経費を抑えるためにビルの回数を減らすことや 施設の一部の規模を縮小することなども検討していて、市民のためにも一刻も早く計画の再構築を図りたいとしています。